しょびしょだぜ。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、マサゲームです。はい、今回で28回目の配信となります。で、今回からはですね、ちょっと何回かの配信はちょっとサブストーリーを一つずつ、していこうと思いますので、よろしくお願いいたします。まずはですね、そこに絆散歩がありますので、ちょっとこちらからまず行ってサブストーリーに行こうと思います。富澤の音楽フェス、毎年この近くででかい音楽フェスやってるんだけどさ、最近は毎回暴風が直撃して中止続きなんだよな。そりゃついてねえ話だ。トミーは音楽好きなんだな。もちろん音楽は好きだけど、あの雰囲気がいいんだよ。ガンガン曲流れてみんなで騒いで、好きな酒飲んでさ、自由って感じで楽しいんだよな。また参加したいぜ。じゃあ次はてるてる坊主を作って雨対策しないとな。てるてる、なんだって？晴れるための秘密兵器だよ。今度作り方を教えてやるよ。一体どんな兵器なんだ？よっしゃ、また距離が縮まったな。好きなこと、音楽フェスに行く。音楽フェスに行きたいけど嵐で中止続きらしい。今度てるてる坊主の作り方を教えてやろう。富澤は誰かな？てるてる坊主知らないですかね。あ、富澤は日系なんで、もしかしたらまあ日本自体にはまああんまりいなかったのかな。だからまあそれで知らないのかもしれないですね。で、ここら辺がサブストーリーになってます。よいしょ。あらー、おい春日一番。お前はこいつかい。何、こいつ殴ればいいの？いいよ別に、俺は殴れりゃいいから。朝倉っすかね。横浜で俺の動画を撮ろうとした連中と一緒にいたやつだったか。名前は確か朝倉だよ。格闘家、格闘系動画の朝倉チャンネルってのもやってる。結構人気なんだぜ。朝倉という男なあ。そういえばそんなこと言ってたな、朝倉ね。思い出したぜ。その人気者の朝倉がなんでハワイにいるんだ？旅行が？いや違う、俺はあんたを追ってきたんだ。俺を？ストーカーやな。どういうことだ？約束しただろう、今度本気で戦おうって。別にハワイでじゃなくてもいいんだっけ。大変だったよ探すの。やっと見つけたよ。お前まさか俺ともう一度戦うためだけにわざわざハワイまで来たのか。だからそう言ってるだろ。横浜であんたとやり合ってからずっと忘れられなくてさ、もう一回邪魔者なしで派手に喧嘩したいんだよ。そういうのは動画の受けもいいしな。迷惑のやつだな。なあ、もういいだろ。さっきから体がうずいて仕方ねえんだ。ここまで執念深く追いかけてきたんだ。断るって言っても聞かねえんだろう。当たり前だ。いいから殴らせろ。行くぜ春日一番。いいから殴らせろってなんなそれ。楽しませてもらうか。さっさと始めようぜ。よしやるぜ。ある意味ストーカーより怖いっすね。その程度じゃないでしょ。さあ、じゃあどうしようかな。でも向こうが拳なのにこっちバットっていうのもちょっとあれだから、こっちもじゃあパウンド殴りでいきますか。前の技だよこれは。よ、俺の番だ。で、そうだよな、この KO ラッシュっていうのがですね、能力低下中の敵にまたダメージが増加するので、今防御力が下がったとこなので、KO ラッシュ行きましょう。あららら、ら2発で やられちまったよ朝倉。ちょっとわざわざハワイまで来たのに2発はねえぜ。
こいつ横浜の時よりも強くなってやがる。どうだ、これで満足か。くそ。なあ、さくら。前に戦った時も思ったが、お前はその辺のチンピラとは違う強さを持ってる。やっぱただもんじゃねえって感じだよ。そいつはどうも。だが、だからこそもったいねえと思う。何？なんだと？その強さはなんでこんな喧嘩ふっかけて動画撮ることにしか使わねえんだ。人を殴って気持ちいいとか、そんなくだらねえ理由だけのために戦ってんのかよ。それは、本当に強いやつってのはさ、誰かのためだったり、守りたいもののためだったり、自分を高めるために戦うんじゃねえか？お前は強いよ。だが、ただ気が向いた相手殴ってるだけなら、きっとこれ以上は強くならねえと思うぜ。なあ。もう一度聞くぜ。朝倉はこれで満足したか？してねえよ。正直、めちゃくちゃ悔しい。ふ。でも久々に全力で勝負できて、すげえ楽しかったよ。悔しいけど、今はワクワクもしてる。ワクワク？ああ、もっと強くなって、次にあんたを倒すことを考えるとね。へっ、言ってくれるじゃねえか。生半可なチンピラなんかに俺は負けねえぜ。わかってる。さっきあんたが言った通りだ。このまま半端にやってても、これ以上にはなれねえ。まったく耳が痛い話だよ。次は負けねえ。もう半端は卒業だ。次は格闘家として胸張れるようにきっちり仕上げてきてやるさ。ほう。ほう。そう。だから、もう一度俺と戦ってくれ。その時はただのチンピラじゃねえ。格闘家朝倉として、あんたと正々堂々戦って倒す。おう、それなら関係だ。あんたは戦いのセンスがあるし、戦ってるこっとこっちも学びが多そうだしな。楽しみにしてるよ。じゃあな。じゃあな、春日一番。格闘家朝倉か。変わったやつだが腕は本物だ。あいつとの戦いで俺も得るものがありそうだ。また会いに来ると言っていたし、負けないように俺も精進しねえとな。朝倉という男、ハウンドを習得した。気合い入れるか。あの朝倉という男はですね、まああの最初の方になんかあの動画を撮りに来た変な連中ですね。あいつらのなんか、まあ、用心棒としてなんかついてきた男なんですけど、なんかあいつだけはですね、まあ、その動画のためとかいうわけではなくて、まあ、戦いのためになんか強い相手ととりあえず、まあ、戦いたいというか、まあ、殴りたいっていうあれなんですけどね、そういう男だったんですけど、まあ、春日一番とやっぱ戦って、まあ、ここまでついてくるっていうことは、まあ、まあ、ちょっと、僕からすると、マジでストーカーよりちょっと怖い感じはするんですけどね。ただまあそう言ってまあ自分より強いやつと戦いたいっていう気持ち自体はなんかまあすごいいいのかなと思いますけど、まあでもなんすかね、まあ、春日一番が今言ってたように、まあ、ただ殴るだけが気持ちいいとかそんなんでいいのかっていうのもね分かりますね。それだったら普通のそこら辺のチンピラと全く同じなんで、それをまた春日の言葉でその変えてしまったということで、で多分またあの朝倉という男の話はまあ多分続くと思いますので、それはまた今度にしていこうかな。多分ストーリー進めていったら多分出てくる話だと思いますので、となってもちょっと今だでもそうだな、一応もう人配信で一つっていうことにしてるので、どうしようかな、なんかできるもんがあるかな。ないかな。どっかちょっとこっち
5番地区のあっちの方をちょっとマップを広げていきますか。時間ある程度の時間まではちょっとそういう形にして、なるべくサブストーリーにはまらないようにしていきましょうかね。ちょっと待て、ウェンド。はい、よっしゃ。じゃあなお、とりあえずこの絆散歩をここの4つ5つ、結構あるな。1、2、3、4、5、6、1、2、3、あ、そうか、6か、6個あるのか。じゃあ6個絆散歩をちょっとやっていく意味でいきますか。ここら辺に王冠のやつがいたような、王冠はおらんけど、なんか金ありますね。かかってきやがる。お前らには用はねえんだよ。おめえらじゃなくてその奥の金庫に用があるんだよ。よよはいはい、よっしゃい、向かう時期を引き出す。よっしゃ、あそこに何かあるんだ。ちょっと待って、金色だす。開けてみるか。金庫じゃなくて、やったぜ、勇気のペンダント。これ前のサブストーリーの多分修学旅行生の話で手に入れたやつですよ、これ。勇気のペンダント、よっしゃ。じゃあここはサブストーリーあるから、こっち側を通った方がいいか。安全運転。結構サブストーリーのあれによっては結構範囲が広くて、ちょっと通っただけでサブストーリー発生するので、ちょっと気をつけないといけないですよね。あら、なんだ、おっと、朝倉だ。俺、春日一番へ。俺なりに修行して前よりも強くなったつもりだ。もう一度あんたと戦って腕を試したい。いいよな、時間ができたら船着き場裏の倉庫に来てくれ。そこで待ってる。早えな、朝倉からの果たし所ってところか。時間があるときに船着き場の倉庫へ行ってみよう。船着き場あった、これか。戦ってまだ5分か10分ぐらいしか経ってないのに早いな。まあでもそうだな、ちょうどその朝倉のイベントが何個あるかわからないですけど、関連してるならできれば終わらせておきたいですね。おっと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 、危ねえ危ねえ。おっと、なんかやばい、サブストーリーがある。こっちどこだ、こっちから行けるか。丘サーファー道路の真ん中走って大丈夫なんですかね、これ。調子出てきたな。普通に考えたらこれって結構警察で捕まるんじゃないですか、ね、まあ別に何も言われてないからいいですかね。ちょっと充電が、なんかあそこにもサブストーリーがあるけど、ちょっと今は朝倉を倒すのかな。ここら辺だ。ここか、よし、この奥かな。あ、いましたね、朝倉が。おい、5分か10分ぐらいしか経ってないのにもう修行してきたんかよ、早えな。よよ、朝倉、春日一番来てくれたんだな。過去と未来。ああ、なんか少し雰囲気変わったか。どうだろうな。だが、こっちに来てあんたと戦ってから、俺は生き方を変えた。さらに強くなるためにな。今までセンスだけでやってた格闘に、真剣に向き合うことにしたんだ。自分を高めるため。そしてあんたに勝つためにな。ふっ、そうか。どれくらい変わったのかは、実際に試してみてのお楽しみだ。
リベンジマッチ受けてくれるか。おっしゃ、やってやりましょう。ああもちろんだ。ああいいぜ。よし、じゃあ行かせてもらう。さてどれぐらい強くなったのか。いいよ、やろう。かかってきやがれ。俺の番だ。おっと、一気にレベルが6ぐらい上がってますね。レベル59から。ただどうしまいか。拳で戦おう。行くぜ。よっしゃ、よっしゃ、よし、やるぜ。で今攻撃と防御が下がったのでさらにダメージがアップできるかな。ケイオラッシュ、よっしゃ。おわ、うわお、2ヶ月めちゃくちゃ強え。どうしよう、もう一回パウンドでいけるかな。よいしょ、おーしゃー、決まった。うん、愛よりは強くなったな。一心の出来じゃねえか。で経験値もめちゃもらえますね。はあ、かなり腕を上げたな。少しでも気を抜いてたらやられてたかもしれねえ。そっちもこの前より強くなってるじゃねえか。大したもんだよ。ずいぶんトレーニングしたんだろう。まあな、あんたの言う通り最近の俺は自分のセンスにかまけて自分を鍛えることをおろそかにしていた。自分より弱いやつを倒す、それはストレス解消にもなったし気分も悪くなかったが、どこか虚しかった。だがあんたとの戦いはそうじゃなかった。久々に血湧き肉踊る気分が味わえた。気づいたよ、これが本当に俺が求めていたものなんだって。朝倉、へっ、変わったな。前よりいい目してるぜ。やっぱりそうか、だからかな、動画が伸びたの。動画？ああ、この前の俺たちの真剣勝負、実は撮影しててさ、それを朝倉チャンネルにアップしたら過去一受けが良かったんだ。動画撮ってたのかよ。言ってなかったっけ。悪い悪い、でも大丈夫、あんたの顔はモザイク入れといたから。肖像権とかいろいろあるしな。お気遣いどうも。まったく、うだんも隙もねえな。ちゃっかりしてるぜ。で、その動画はどんな反響があったんだ。やっぱり本気出したからその熱が伝わったっぽい。あと技とかもいっぱい出したし、真剣勝負ってやっぱ受けるんだな。だから俺的にもチャンネル的にもあんたとの真剣勝負は最高のコンテンツなんだ。俺はもっといろいろな技を覚えて自分を鍛えて、またあんたに挑戦させてもらうよ。次が最後だ。そして次こそ俺が勝つ。そして動画も最高視聴数獲得でハッピーエンドだ。へっ、プロデュース能力の高いやつだ。だがそうはいかねえ、最後も俺が勝つぜ。ふっふっ、楽しみにしてる。おっと、誰か見てますな。ああ、やっと見つけたぜ朝倉。誰だおめえ。なんか次絡んできそうなやつですねこいつ。ウォーミングアップを習得した。なんかああいうなんすかね、多分ああいうやつっていうのは多分まあ同じ多分動画配信者みたいなやつなんですかね。視聴者をアップさせるためになんかこう朝倉をなんかこうネタにしようとか、そんな風な考えのやからかもしれないですよ。気分が乗ってきたぜ。で、朝倉のやつがまたあるかもしれないのでちょっと街をふらつきましょうか。結構サブストーリーが多すぎてなかなか進まない感じがするんですけど、なんかここら辺、あ、コンテナがあるんで、コンテナ、あ、なんだ、あ、王冠か、王冠野郎。何、朝倉だ。
春日一番へ。いい感じに仕上がったから最終決戦がしたい。時間ができたら船着き場裏の倉庫に来てくれ。そこで待っている。はい、朝倉からの果たし状か。次が最後だもんな。気合い入れてくるだろう。しっかり準備して船着き場の倉庫へ向かおう。悪い、ちょっと王冠、王冠やろう。ちょっと朝倉の話が先だ。うわ、敵がうじゃうじゃ嫌がる。ちょっと次は多分簡単には勝てないかもしれないので、どうかな。ちょっと回復した方がいいかな。結構ヘルスポイントを使って、ヘルスポイントだったかな、メンタルポイントか、メンタルポイント使ったので、ちょっとアイテムで、メンタルポイント回復するやつ、なんかちょっと数が多いやつにしよう。いろんなもん買いすぎて、どうしようかな。レモネード、レモネード、よし、オッケー。はい、なんかもうあそこに何人か人がいますが、これはなんだ。ちょっとセーブしとこう。なんかレベルの上がり方が尋常じゃないので、もしかしたら、よいしょ、朝倉、あー、やっぱりなんか興味ないって言ってるだろう。そんなこと言わないでくださいよ、せっかく見つけたのに。そうそう、あの朝倉がついに海外遠征で、界隈じゃ持ちきりっすよ。なんだあいつら、日本人か。あんまり穏やかな感じではなさそうだが、最後の真剣勝負。実は俺たちも格闘系の動画最近始めまして、ちょっとずつ人気出てきたんですよ。ヨッシーチャンネルって言うんですけど、やっぱり配信者っすね。あ、俺が代表の吉田で、こっちが佐々木、そいつがタクマです。ただいまいちバズらないっていうか、だからドカンと一発かましてインフルエンサーとして軌道に乗りたいんすよね。それでいろいろ考えて思いついたのが朝倉チャンネルとのコラボ。前は他の人とよくコラボしてたじゃないですか。朝倉渡米の理由がすごすぎた。喧嘩バトル炸裂、容赦ない打撃に相手は死亡、朝倉のピンチにヨッシー緊急参戦みたいな感じ。まあ内容は適当に考えますけど、とにかくこれアップしたら絶対バズると思うんすよね。何でもかんでもなんかそのバズるとかそういうのやめてほしいな。そんなんでバズったら苦労しねえわ。対戦相手はその辺のチンピラにお金いくらか掴ませて負け役やってもらおうと思ってます。好きなだけボコっちゃってください。クズやな。あ、もし負けそうになったらそこはカットするんで大丈夫です。チンピラ派手に殴ってるがだけあれば、あとはいい感じに編集しておきますんで。俺はそういうのは今興味ねえんだ。今は強いやつと真剣に戦う動画を作りたい。やらせも弱いやつボコるのももう終わりだ。俺は自分より強いやつを倒す。そのために自分を磨く。それが格闘技の原点だからな。つまんねえな。何？あ？いや。いや、つまんないな、つまんないなと思って。この間の動画も見ましたよ。確かに再生数は伸びてましたけど、ぶっちゃけ地味でつまんねえなって感じでした。ちょっと新鮮だから受けただけっしょ。やっぱ動画は派手なやつやってや、なんぼっすよ。朝倉さん花あるんだし、雑魚いチンピラ、血祭りするだけですぐにバズりますって。収益の取り分は、おい。え？二度も言わせるな。俺はもうそういうのに興味ないって言ってんだ。お前らさっきから目障りなんだよ。ここから消えろ。ひっ。なんだよ。せっかく花持たせてやろうと思ってきたのに。覚えてろ。よ。朝倉、何かトラブルか？いえ。いや、別に何でもない。顔を追い払っただけだ。そんなことより。今日俺たちの最終決戦だろ。また強くなってきたか、春日一番。ああ、お前も相当自信つけてきたみたいだな。まあな、最終決戦だ。
最後は後悔したくねえからな。よし、早速やるか。準備はいいか。よし、やってやりましょう。ああ、もちろんだ。ああ、いいぜ。やるとしよう。よし、手加減なしで行かせてもらう。最終決戦だ。行くぜ、春日一番。ああ、手加減なしと聞きましたら、こっちもちょっと手加減なしでいかんとやばいっす。よし、やるぜ。おっと。じゃあどうしようかな。まあ最初はもうこれでいこう。パウンドで受けてみな。行きましょう。行くぜ。よし、よし。俺の番だ。で、近接ボーナス。おっと。やっぱ相手も強い。やってくるな。とこれウォーミングアップやりますか。ガツンと行くぜ。よし。ぶちかま。そしてパウンド。行くぜ。よいしょ。オッケー。うわ。やる。よし、じゃあ KO ラッシュで決まるかな。KO ラッシュ。あら、たーい。何？かわされた。向かうところ。最後の蹴りがかわされた。あ、でも強くなってる。こいつね、強くなりましたね、朝倉。ああ、いい試合だった。はあ、思った以上だ。ここまでやれるようになるなんて。それはこっちのセリフだ。最後くらい勝てるかと思ったんだが、悔しいな。でも今までで一番すがすがしい気分だ。ありがとう、春日一番。こちらこそ。あのパンチが入っていれば俺が勝っていたんだけどな。まあ、確かにあの左ストレートとかあんなん食らっとったらやばかったな。たらればってやつだな。だがお前との戦いマジで学ぶところが大きい。いろいろ参考にさせてもらったよ。技とかもよ、結構盗ませてもらってるんだぜ。おいおい、著作権侵害じゃねえの。お前だって人との戦い勝手に動画配信してんだからお互い様だろうが。へっ、違いね。俺たちウィンウィンってやつだな。なあ、ところでさっき絡まれてた連中何だったんだ。ああ、俺とコラボしたいとかなんとか言ってきた三流配信者の連中だよ。あんたとの真剣勝負動画でバズってるから乗っかりたいって腹だろう。コラボか、受けたのか。いや、もちろん断ったさ。そいつらやらせでも何でも OK の連中だったから俺の目指す方向性と合わない。俺は今本当の戦い、男と男のぶつかり合いみたいな格闘技の本質的な楽しさをテーマにやってるから触れたくないんだよ。そもそも失礼な連中だったしな。へっ、そうか、ちゃんとしてんだな。当たり前だろ、自己プロデュースしっかりしねえとすぐに視聴者に見透かされちまうんだ。動画界隈も結構シビアなんだぜ。へえ、どこでもいろいろあるんだな。でも改めて思ったよ、俺もちょっと前まであいつらと大して変わらなかったのかもしれないってさ。格闘技もおざなりでセンセーショナルな煽りだけしまくって弱いやつ殴ってさ。ああ、俺もこんな感じだったなって。だが今は違うんだろ。ああ、俺自身も昔の俺より今の俺の方が好きだ。だからあんた、いや、春日さんには感謝してる。俺を本気にさせてくれてありがとうな。こちらこそ。で、朝倉はこれからどうするんだ。もう少しハワイでトレーニングしてから日本に帰るつもりだ。春日さんももしまた日本戻ってきたら声かけてよ。一緒に飯でも食いに行こう。おう、楽しみにしてる。じゃあな、朝倉。まだいたんか、お前ら。朝倉め、生きりやがって。でも日本で見たときとなんか感じ違ってたな。
圧がやばかった。クソ、朝からをけしかけて派手な動画さえ撮れればバズって儲かるのに。じゃあもうこれしかねえな。あ、もしもし、一人ぶちのめしてほしいやつがいまして。はい、金ならいくらでも出しますんでよろしくお願いします。ふふ、これはバズるぞ。楽しみにしとけよ朝倉。あー、もうクズはクズの考え方しかできねえんですよね。これってことはまだ続くのか。もうなんであんなクズどもの相手しないといけねえんだよ。もうよそ見するなよ。またどっか離れたらあるパターンかなこれは。おい、フレンドになろうぜ。えい、おじゃ、ちょうどいいとこにチャージャーがある。ちょっとチャージャーで充電しよう。フル充電お願いします。ありがとうございました。出発するか。よいしょ。じゃあまた離れて、おお、またフレンドがいる。よいしょ、はい、ありがとうございました。でも特に何かがあるわけではないのか、これは。なんだこれは。なんだそこは。大層に見張りまでつけて。なあ。なあ、ここには何があるんだ。不愛想な男。ここは旅行客が来るところじゃない。帰れ。不愛想な男だな。全く取り合っちゃくれねえ。でもそうやると妙に気になる。まあそう釣れないこと言うなって。ちょっとくらいいいじゃねえか。こっそり教えてくれよ。俺もこっちでいろいろ満喫してんだ。あんたもここで突っ立ってるだけじゃ暇だろ。俺でよければ愚痴でものろけ話でも何でも聞くぜ。むしろ俺の愚痴を聞いてくれてもいいんだぜ。ふっ、面白い男だな。それにいくつか修羅場をくぐってきてるような目をしている。信頼しても良さそうだ。この先にあるのは雀荘だ。こっちじゃ表立って営業はできねえんだよ。だから人目を忍んで細々とやってる。腕に自信があるならやっていくといい。ハワイにもなかなかの雀士が揃ってるぜ。へえ、なるほどな。教えてくれてありがとうよ。それじゃ遠慮なく楽しませてもらうぜ。あー、僕はあんまりこの、なんすかね、ジャンソーって、まあ、多分マージャンすかね、とかちょっと苦手なので、また機会があったらやります。ちょっと今はそれどころじゃなくて、ちょっと待って。おー、よっしゃ、行くぜ。まあ、あんたらの相手しとるほど暇じゃないんや。はい。結構ここら辺に来るとレベルがもう63とかが普通になってきとるんや。なんかさっきの感じだとまだあの朝倉のやつは話が続きそうなんですが、あれかな、ストーリー進めないと出てこないやつかな。なんかここら辺あった。ナイーブ富澤、これを解きますか。ここら辺かな。ちょっと待ってもー。やんのかこの野郎。向かうとこに敵なし。さまよい酔っ払いとか。ナイーブと見たわ。こうやって走ってる鶏見た後に鶏肉食うのちょいためらわないか。なんだよ。朝倉だ。春日へ。時間ができたら船着き場裏の倉庫に来てくれ。そこで待ってる。なんだ、最終決戦って言ったやないか。朝倉からか。もう勝負は終わったはずだが、また戦いたくなったのか。まあ本人に聞くしかねえか。時間があるときに船着き場の倉庫行ってみよう。悪い富澤、ちょっとそれよりもあっちが優先なんだ。
まあさっきのやつらがなんかまだなんかありそうな感じだったので多分なんかあるでしょう。ました朝倉、ちょっと待て、なんか嫌な予感が。朝倉なんだよ。よう朝倉。おう春日さん、未来を背負って立つ男、すげえなんか多いな。また呼び出すなんてどうしたんだ。まさかまた勝負をしようってか。え、呼び出したの春日さんの方じゃないの。え、飛んで火にいる夏の虫が2匹、ようこそいらっしゃいませ。なんだこいつらは。この前話した俺がコラボ断った連中さ。なるほど、こいつらが仕組んだ罠ってわけか。ようやく気づいた。そうだよ、お前らをボコる動画を撮るために俺たちが仕組んだんだ。お前らなんかで俺たちをボコれるわけねえだろ。なめてんじゃねえぞ。へっ、確かに俺たちだけじゃ辛いかもな。だがこれならどうだ。ああ、この前電話 してたやつらっすね。随分と物騒なもん持ってるんじゃねえの。それで格闘動画なんて撮れんのか。格闘動画、そんなもん撮るつもりねえよ。真剣勝負なんて地味なものクソくらいだ。人間は結局血に飢えてるんだよ。ボコボコにされて血が出てすっきり。今日はそういう動画を撮らせてもらうわ。てめえらいい加減に。え、銃、うわっ、うっ、朝倉大丈夫か。あ、かすった程度だ。卑怯だな。完全に今なんか左の心臓あたり撃たれてる気がすんねば。言ったでしょ、俺ら素人ですから。銃使わないなんて一言も言ってないし、ルールとか知らねえし。ムカつくあんたらが倒れる姿が撮れればそれでオールオーケーなんです。あの朝倉がボコボコ半殺しになってる画が撮れればバズるのは確定だ。俺たちもついにインフルエンサーの仲間入りだな。ふひひひ、クソや、もう人間のクズや。朝倉戦えるか。当たり前だ、俺を誰だと思ってる。へっ、ならよかった。こいつら一緒にぶっ倒そう。ああ、今回の朝倉チャンネルは特別企画、春日一番との悪党退治コラボレーションだ。くっちゃべってんじゃねえぞ。驚愕、朝倉を襲ってみた。撮影開始だ。死ねえ。動画のためにここまでするのか。しびるんじゃねえぞ、かかってきやがれ。結構レベル高えな、74ときたか。じゃあもうちょっとね、人の手加減なしでやらないとやばいっすね。どんどこレーザー、はい、さようなら。よっしゃ、それでナイス、かかってこいよじゃないんだよ。泣いて謝っても許しませんよ。その程度じゃないでしょ。泣いて謝っても許さねえと誰が言ったんだお前ら。許さんぞてめえ、さよなら。はい、残り出てこいやお前らやろうが。ショーの始まりだ。お、路上の伝説。おお、おお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 、めちゃくちゃかっこいい。どうした、じゃあもうどうしたしね。はい、まず一人、こいつら。ナイス。よし、やるぜ。よし、
さーてと、あとこいつだけやから、こいつはちょっとじっくりポコってやるか。どうしようかな、なんかいいのねえかな。こいつ手を出していけるかな。受けてみな。してもらおうぜ。おお、また最後の蹴りの前にやられやがったこいつ。会心の出来じゃねえか。ああ、いい動画が撮れましたなこれは。くそ。くそ。なんで俺たちが。それは当たり前やろ。お前らがけしかけてきたんやろ、こっちを。ハワイで警察に逮捕されてみたって結構バルジそうじゃね。確かにこれでインフルエンサーの仲間入りなわけねえだろ。はあ、こんな時でも動画のこと言ってんのかよ。終わったな。ああ、最後まで手間かけちゃって悪かったね。いや気にするな、怪我は大丈夫か。大丈夫、この程度担ぎ傷だから。よかった。格闘家人生に影響が出たらどうしようかと思ってたんだ。日本に帰るのか。ああ、帰ってまた一からトレーニングだ。格闘家としても、動画配信者としても、強くねえと俺は成立しねえから。見てくれてる人たちも、俺が強い朝倉だから見てくれてる。だから俺はもっと強くならなきゃいけねえ。見てくれてる人のためにも、自分のためにもな。そして春日さんみたいなワクワクするような強い相手と戦い続けたいって思う。へっ、いいじゃねえか。最終的にどんなやつと戦うんだ。そうだな、最終的には世界ランク1位の無敗のボクサーとか。ほう、ほう、でけえ目標だ。いいじゃねえか。だろ、もしそれが実現できたら春日さんも見てくれよな。動画全員世界配信するからさ。ああ、ああ、もちろんだ。ああ、そうそう。これは今まで付き合ってくれた俺、受け取って。おお、喧嘩心のマウスカード。やった。おお、これはいる。これはいるから、なんかと、なんかないかな。ちゃん、宝珠、これにしよっか。じゃあ、俺行くわ。春日さんと出会えて、違う、春日さんと会えてマジでよかった。俺もだ。またな、朝倉。うん、じゃあまた。ああ、そうだ、大事なこと言い忘れてた。なんだ。なんだ。俺のチャンネルに高評価とチャンネル登録、まだだったらよろしく頼むぜ。なんだよ、ったくちゃっかりしてるな。へへ。じゃあな。桜、格闘家なのに配信者、面白いやつだったな。もしかしたらこれからの格闘界を引っ張っていくのはああいうやつなのかもしれねえな。ところでチャンネル登録ってなんだ。おお、未来を背負って立つ男。お、デリバリーヘルプで新しいキャストを呼べるようになりました、朝倉。いいですね。はい、ということでこの朝倉関連のサブイベントはこれで全部終了になりました。まあね、最後朝倉がものすごく最初の頃と変わってですね、まあ、強いやつと戦うとワクワクする。まるで孫悟空じゃないですか。ワクワクするぞってやつですよね。まあでもそういうやっぱりね、弱いやつボコるよりやっぱ強い相手と戦ってワクワクする方が断然かっこいいですからね。うん、だからまあやっぱ春日一番と出会って変わりましたよね。うん、だから春日一番にはそういう人を変える能力っていうのがやっぱあるので素晴らしいと思います。じゃあ朝倉をデリバリーヘルプで呼べるようになったので、ちょっとこいつらを使ってやりましょうか。じゃあちょっとキルさんお休みください。じゃあ朝倉来ました。朝倉をじゃあ呼びます。路上の伝説朝倉は共に戦ってくれるサービス。ターンを消費せずに召喚できる。敵全体に約2000ダメージ。体
確率で敵を即死。やべ、殺しちゃうよ。でもまあいいや、行っちゃいましょう。ほら来いよ朝倉、来い。こいつだ、行くぜ。はい、バリバリハッパー。はい、はい、お願いします。デリバリー、よろしく。ストリートファイト最強の男、朝倉。よっしゃ、行くぞ。よいしょ、おぉ。はぁ、くっぼう。おら、ふっ、おら、はぁ、くろ。頂上の伝説、かっこいい。さすがだな。当たり前だろ。わお。やべ、春日は人殺したい。今相手の息の根を止めたってかよ。やべ、殺人を犯してしまった。 はい、いい、かっこいい、あれですね、デリバリーヘルプでしたね。めちゃくちゃ、あの道場の伝説の男ってめっちゃかっこよかったですね。ただちょっとお金が10万ドルとめっちゃ高いので、あんまり気軽に読めるものではないですね。はい、まあでもまたちょっと気が向いた時にまた使っていこうと思いますので、はい。じゃあサブイベント全部一応朝倉編は終わったみたいなので、今回はこの辺りで、配信は終わりにしようと思います。また次回ですね、サブストーリー一つ紹介していきますので、よろしくお願いいたします。よかったら、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。マサゲームでした。ワクワクすっぞ。